ガラパゴスマネシツグミは、スズメメ、マネシツグミかの鳥類の一種。エクアドルのガラパゴス諸島における固有種である。全長約25センチメートル。死有動色。島のある褐色と灰色の羽毛に、長い尾は暗色。仮面はほぼ白色で、胸の両側に少し縦半がある。小型で黒く湾曲したくちばしを持つ。開白色の眉半があり。 目先から目の下は黒色。諸島以外のマネシツグミ類より暗色であるのは、主に生息する島々のサンゴサに調和することによる。ガラパゴス諸島ですぐに見つけられ、ガラパゴスマネシツグミは他のどのマネシツグミ類より多く群島に見られる種である。サンタクルス島、イサベラ島、フェルナンディナ島、サンタ、フェ島、ピンタ島、マルチェナ島、サンチャゴ島。 ウォルフ島、ダーウィン島、ヘノベサ島の島々に生息する。生息地は、亜熱帯や熱帯の乾燥林及び乾燥低木地である。他の真似しつグミと同様に雑食であるが、南アメリカの禁煙種より捕食性を示す。小型の溶岩と影昆虫、ムカデ、フニク、海鳥の卵、若いフィンチを捕食する。さらに島への訪問者が無視するようなどんな食物も、 平らげる。鳴き声は時に変化する非常にはっきりとした声であるが、他の真似しつぐみと異なり、ガラパゴス真似しつぐみはモノマネをしない。ガラパゴス真似しつぐみは怖がらずに、極めて人に接近する鳥として知られる。また、飛べるが、道走りのように、飛ぶより、走り回っているのをよく見ることが知られている。得意な点は、孵化して、ヒナが生まれると、若鳥が育種を手伝うことである。 また別の独特な生態としては、群れでいる間、最も年長のオスが、若鳥の世話をしえさを与える責任を持つことである。実際の親であるかは重要でなく、そのオスは一般に、群れを支配するオスと呼ばれる。木やサボテンに影響する。各、群れではおよそ2から3羽のメスが一度に繁殖するが、群れの大きさは2から24羽で、その中に繁殖するメスは1羽から数羽に及ぶ。 群れのうち繁殖しないオスはヘルパーとなり繁殖するメスを助けるが、繁殖しないメスはほとんど助けない。この手助けには親族の影響が見られる。ガラパゴスマネシツグミの生息する環境により、その社会的構成は他のものと全く異なる。他より数が増る精査に応じて交尾体系は変わる。メスより多くオスがいる時は一歩一歩であり、 オスより多く、メスがいる時には、一夫多妻となる。共有の映像が、一夫多妻の時に高い頻度で起こる。繁殖期はその時節による。エルニーニョの期間に多く繁殖し、干ばつの時期には全く繁殖しない。繁殖の多くは、エルニーニョの間に起こるが、それも全て水によることから、真似しつぐみに多くの死を引き起こす。この気候の変化が、 個体数が非常に変動する主な要因である。ガラパゴスマネシツグミはエクアドルの黒ひげマネシツグミに由来する。ガラパゴス諸島には他に3種のマネシツグミが生息するが、ガラパゴスマネシツグミは1835年のダーウィンの諸島への訪問で発見された最初のマネシツグミである。マネシツグミがダーウィンの進化論において他のどんな動物よりも 大きな影響を持つことになったのは、そこにたどり着き、島から島を調査した時に、ダーウィンが明らかな際に気づいた最初の種であったからである。これはより多くの種に展開される基礎となった。ありがとうございます。